KHB スポーツ応援宣言。宮城のサッカーを全力で応援、サッカーの楽しさを届けます。キックオフ宮城。最初のコーナーは地域対抗ターゲット300。ベガルタは県内の市町村を盛り上げるため、木田選手は栗原、遠藤選手は塩釜といったようにその地域を応援する選手を置いています。今回は名取を応援する斉藤学選手が登場。地元サッカーキッズの竹山歩夢くんとチームを組み、キックターゲットに挑戦します。1人10球で最高300点、2人の合計点で争う地域対抗戦です。今月の暫定1位は歴代最高記録を更新した大崎の390点。果たしてこの記録を超えることはできるのでしょうか。シーズン途中の7月に加入した斉藤学選手、小回りの利くドリブルを筆頭に積極的にパスやシュートを繰り出すアタッカーです。日本代表経験もある斉藤選手のその実力は全部入れそうな気がします。本当300点、はい、パーフェクト狙っていきたいと思います。フラグ立ちました。フラグ立ちました。ゼロのフラグ立った。100狙います。あ、120狙いました。あれ100狙います。あれ真由くん、足の入りが全然100じゃない。あれゼロあるよ、まなぶくん。ちょっと繋まずいわ。秋広には勝たないといけない。あの、10狙います。10狙います。あれ始まる前は自信満々だった斉藤選手、まさかの3連続成功ならず。ここから名誉挽回となるか。20よし、よし、秋広に勝ったぞ。秋広に勝ったぞ。4球目にしてようやく狙い通りの20点をゲット。ここから記録を伸ばしたいところでしたが、なかなか記録を伸ばせず残り1球です。ラストは、100で。うわー、まあ秋色に勝ったからいっか。斉藤選手の記録は目標の300点には程遠い20点でした。悔しいです。チーム名取、どこまで追い上げられるのでしょうか。ベガルタの選手とサッカーキッズがチームになって地域対抗のキックターゲットで争うターゲット300。チーム名取、斉藤選手の記録は20点。今月1位の340点にはパーフェクトを取っても届きませんが、少しでも高得点が取れるよう竹山くん頑張ろう。100点以上はできればいきたいです。頑張るぞ。竹山くんが所属する三田園フットボールクラブアルドーレは、夢と感動を仲間と共有し、前向きに物事を考え行動できる選手になることを目指しています。歩む。じゃあ右上の20番、歩いけ。うまい。最悪。もう一回右上の20で。よし、やった。勢いのあるシュートで右上の20点をゲットすると、左上の20。よし、OK。 4球目には左上の20点もゲット。しかしその後は一度ゲットした的に飛んでしまい、得点を伸ばすことができません。いやー、最悪。無理だ。もう一回50で。よし。
最後100で。竹山くんの記録は目標の100点にあと一歩及ばない90点でした。100点いけなかったので、またやるチャンスがあれば100点以上目指したいです。ベガルタ斉藤選手と合わせると110点。10月の1位は歴代最高記録を更新したチーム大崎でした。来週はサッカーキッズによるチーム戦です。ベガルタの選手がプロのテクニックを教えてくれるこのコーナー、今週はあの選手が難易度別に3つの技を披露してくれます。ベガルタ仙台、木田龍馬です。今日は、リフティングの授業です。まずは初級編。途中足を後ろから出してリフティングを続けています。続いては中級編。先ほどの応用、今度は後ろの足に一瞬ボールを乗せているよ。最後は上級編。木田選手が高校生の時に始めた大技です。後ろ足にボールを乗せた後、その足をなんと1回転。この技をできるようになるとサッカーが楽しくなると思うので、頑張ってやってください。上級編はとっても難しいけど、みんなも挑戦してみてね。週替わりでベガルタの選手のインタビューをお届け。今週はゴールキーパー林明宏選手です。身長195センチ、元日本代表。全力でゴールを守る林選手、どんな子供だったのかな。物おじせずというか、自分が一番なれるっしょみたいな、ある意味勘違い野郎だったかもしれないですね。林選手は東京都出身。幼稚園の時サッカーを始めました。やっぱり子どもの頃から大きかったそうですよ。ちっちゃい時から小さい時はなかったというか、小学校6年生の最後で171人ぐらいあったんじゃないかなと思いますけど、はい、最初のきっかけはなんかキーパー練習面白そうだなっつって、練習やりたいですからちょっとキーパーになってっちゃったのかなと。やりがいを感じてなかったんですけど、そこまで。ただ試合には負けたくないっていうのがもうあったので、僕の学年で試合公式戦を臨むときに3人しかいなかったので、失点するケースの方がやっぱ圧倒的に多かったですし、それを何とかしないといけないっていうので、試合の時はやっぱり止めて勝ったりとかするときにはやっぱり喜びを感じましたし、これがこのポジションのやりがいなのか、このスポーツのやりがいなのかっていうような感覚になりました。その負けず嫌いのところから、あのキーパーの喜びというのを感じてったのかなと。ベガルタでは現役のゴールキーパーがアカデミーの選手と一緒に練習し、直接アドバイスを送る機会を設けています。いや、僕はなんか子供たち話すときに言ってるのは、俺はプロ選手になるんだから、こんなのやれるのは当たり前だろっていうような勘違いをわざと起こすと、その行動にこう伴った自分になっていくのかなっていうふうに思っていて、やっぱ僕がやっぱ幼少期の時に何が良かったんだろうって考えると、圧倒的な勘違いをしたのかなと。僕はプロになって当たり前だと思って生活してきたし、プロになるのがあの必然だと思ってあのサッカーしてきたので、めちゃくちゃ下手だったのに実力と違った勘違いを起こすことで今があると思ってるので、今の子供たちはやっぱりすごい丁寧な子が多いですし、今実力に合ってないよって空気を読んじゃう子も多いと思うんですけど、あえて俺はやれるんだと、私はやれるんだという風な感じにいてほしいなというふうに思ってます。ベガルタ、次の試合は明日午後2時からアウェーで秋田戦です。絶対勝ちましょう。そして今日はあるお知らせがあります。教えて
よろしくお願いします。明日の秋田戦の次、28日のホームゲームレノファ山口戦は私ども KHB 東日本放送で実況生中継です。解説は20年前の10月、あの伝説のゴールを決めた岩本照夫さんです。久しぶりにコンビを組ませていただきます。ぜひ勝利したいと思います。どうぞお楽しみに。あーうわあ、難しいところ挑戦するって、そこを、はい、あのみんなに目指してほしいなと、見習ってほしいなと。20の人の言葉じゃない、重みが全然ない、20だから。